その一つ台湾です。今年激しいフェイクの応酬が繰り広げられた台湾総統選挙。現職の蔡氏と中国との関係改善を訴える菅氏が激突。蔡氏の圧勝に終わりました。選挙戦の最中、私たちはフェイクが生み出される現場を目の当たりにしました。蔡氏を支持するこの市民グループは、対立候補を貶めるような投稿を20万人のフォロワーを使って拡散。イベントで撮られた菅氏の画像に対し、こう書き加えました。菅氏が親の同意を得ずに赤ん坊にキスをした。母親は怒っていた。泣き叫ぶ赤ん坊を抱えながら笑みを浮かべる姿を抜き出し、人々の嫌悪感に訴えようとしたのです。菅氏はただの笑い者だというメッセージを届けたいのです。例えば、彼は舌を出して舐める癖があります。その仕草は軽々しさ、不真面目さという悪いイメージを若者に与えます。この投稿に対し、医師が衛生上問題があると指摘。そこから一気に書き込みはヒートアップします。どうしてこんなに品がないんだ。完全にセクハラ。赤ん坊が泣いているのにキスをしてる。怖い。小朋友就算还不会讲话，也不是好惹的，更不是政治人物展现亲民的道具。実はこの投稿、親の同意を得ずにキスをしたという部分はフェイクでした。这就是一个假新闻的恶意的谣言，就在网络上面流传。法に触れるようなことではありません。正しいもの、真面目すぎるものは若者がほとんど見ないのです。選挙戦が始まった後、香港デモの影響を受け支持率が下落していた菅氏。このフェイクが投稿された後、さらに支持率を 1% 落としました。選挙中、両陣営の支持者などから飛び交ったフェイクは確認されただけでも250件以上に上りました。台湾の中だけではありません。海の外からのフェイクも深刻な事態をもたらしていました。アメリカの FBI にあたる台湾調査局、今回初めてカメラが入りました。能会影响到我们投票权人对于你这个候选人或是政党的支持的倾向。この日、調査局が一本の動画を取り上げました。来去揭露一个事实，那就是蔡英文卖台证据被西达找到了。台湾の対日貿易赤字に触れ、蔡氏が日本に従属していると断言するこの動画。調査局は中国人記者が投稿したものだと突き止めていました。反日感情を煽るこの投稿は、菅氏の支持者を中心に拡散していきました。台湾はまだ日本の植民地だ。台湾已经越来越沉沦了。台湾已经来